画好きのカンチャンネル。いやモノマネグランプリ、はい、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。2020年のモノマネ番組も終了ということで、皆さんご視聴ありがとうございます。本当に見てない方もいらっしゃると思いますけど、まあみんな見てるっていうもとで喋らさせていただきますわ。まあ、最終的に、2020年トーナメント決勝進出して、決勝でビリというね、まあこういう結果でしたけども、これはね、まあ言っても僕の思惑通りでございます。あ、狙ってたんですか。決勝でザコ市長の真似で優勝できると思う？じゃあなぜやったんですか。あのね、僕はね、まあ2018年一昨年ですかね、まあ、完全優勝してチャンピオンになって、で私は何を目標にこれから行ったらいいのかと、モノマネ番組もうね、究極のね、僕はもうかませぬでいいと思ってたんです。なるほど、はい、順位じゃない、順位じゃない、歴史を残すぐらいのことを言いたいと。もう歴史、そう、爪痕を残すと。55歳になろうが爪痕は残したいと、芸人としてね、はい、その結果ああいうネタの配置になったわけですね。そして、うん、今回も、うん、決勝進出を狙うためにやったのが、菅総理、菅首相で出てきて、ああで、須田君の間違い探しが VTR で流れながら菅さんが間違えたことを言う、で次引っ込んで NiziU のメイクやハッピーで出てきて、それをバイデンが歌う、で VTR でハッピーになった石原さとみちゃんをやる、で、まあ、あの本人にノロちゃんもね、あのハッピーだったんで出てもらいました。で最後はあのカレンダーの予約が殺到した宮崎美子さんというね、付録であの篠山金星さんもやるという。で裏にはけてる間に、もうこれもあれですよ、グレンゲですよ。グレンゲの曲でリサさん登場するかなと思って振り返ったら禰豆子だったというね、歌わないというね、うん、これ結構チャレンジしてるでしょ。モノマネ番組で歌わないんですから、歌かけといて。 で、ええ、でも2020の総括になってましたね。総括になってなってるでしょ。でじゃあ決勝行って、うん、2020年あと何やるのかなと思ったら、うん、ザコ師匠でよろしいんですか。これでいいんですって。決勝ですよ、決勝。 僕もあの、まあ、去年は出てなかったですけど、決勝ってやっぱ何回かこう経験して、みんなやっぱり結構マジでやるわけですよ。やっぱり優勝するっていうところを目指してきて、でその中で僕は知ってますか皆さん、破壊王ですよね、ニックネームが。ニックネームって破壊王、破壊するために僕は存在してるわけで、そのこの存在価値を出すためには、あの決勝の空気をね、潰していかないといけないわけです。た時にやっぱり裸、そしてザコ市長、こうなってくるわけですよね。これだからモノマネをしたいとかっていうよりも、うん、あの芸風に憧れがあるってことなんですか。そういうことですね。最近このところ師匠みたいにこうガンガンぶち壊していくっていうことがなくなったと。まあ周りもね、やっぱり優勝しちゃったりすると、特にモノマネ番組は神奈さんもう優勝してるんだからみたいな感じで見るわけですよ。でもともと違うじゃん俺、そうじゃないじゃない。あれですか、ザコさんという着ぐるみを借りて好きなことをやらせてもらったみたいなことですかね。そういうことなんですもう決勝にあの裸で突入していくあの興奮って分かります大丈夫かなっていう不安と、これみんなビビるだろうなっていう、そのなんか驚きのね、ちょっとドッキリ的な感じ、これをちょっと蘇りましたね俺。だから結果はね、もう皆さんご存知の通り、まあ7組出ましたよ決勝。7組出たうちの7位でした。これはもう最高の順位じゃないですかと思うんですよ俺は。あれがね3位とか4位だとちょっと忖度されてる感じがする。あれで7位っていうところがもう皆さん分かってらっしゃいますよ、審査員が。評価されないことが評価です。そう、評価されなくていいんだと、この人は狙ってきてないんだっていうのがもう分かったんじゃないかと。
今のザコシさんをやりたかったという本当の理由を紐解いてしまうと、うん、今までやってきたプロレスネタ、うん、武藤敬司さんとかも含めて、はいはい、裸になりたかっただけなのかなという。いや、裸そうかもしれないですね。やっぱり裸じゃないと俺じゃないみたいな風に思ったのかな。やっぱりプロレスやれるっていう気持ちよさってそこだっていうところなの。人前で堂々と裸になれるっていう。裸の人が今年見当たらなかったんですよね。いろいろこう今回もネットで書いてる方いらっしゃると思いますよ。その決勝のね順位結果見て、で、まあ、僕はのその決勝に7組、2位の、ね、チョコプラと森田君&川口浩平が同じ点数だったから結果的に7組こうなったじゃないですか。でもここにやっぱコロッケさんもいる、まあ、俺もいる、堀もいる、山寺さんもいると。でこのベテランがね、ちょっと上決勝に多すぎるんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。もうベテランってもうね、本当にさっきの話じゃないですけどやりたいことやってればいいんじゃないかなって、はい、もう決勝に残るとかじゃなくてもう2組ぐらいでよかったんじゃないかなと思いますよ。で若手の人の、まあ、踏み台になるというかかませるようになっていけばいいんじゃないかなっていう状況だったと思うんですけど、ただこの無観客、まあまあまあ一般審査員はいましたよ。まあ、審査員さんも5人ぐらいいましたけど、空気感の中でこう自分の芸を貫くっていうのってやっぱりねベテランってね力ありますわっていうのをすごく感じた。本当に本番撮っててみんなね、ベテランの人たちは今までやった一番いいネタあるじゃないですか。一番いいネタと比べるとまあ、正直ねそうでもなかったんです。そうでもなかったけどみんなやっぱりブロック勝ち抜いてこの決勝で上位にいるところを見るとやっぱりね80点ぐらいのネタでも100点に近いぐらいのものをこう見せれるやっぱりもう芸があるんですよ。それはすごいもん。だって気持ち的にはだって俺がなんでザコシショウでてでって入ってたかというともうてでって入ってた段階でもう僕はもうかませぬって思ってたわけですから、もう言ってみればもう決勝に残った、まあ、チョコプラね、で森田くであと河合くんね、ジャニーズのもうこの3組の若手の人たちのかませぬになってもいいと思ってたぐらいですから、でそうならなかった。これはなぜか、やっぱベテランはね頭がおかしい。本当にそれは神田崎さんも込みで、俺も込みで、もうやっぱりねものすごいやっぱ地肩が強いもん。もうブルペンでそんなに投球練習しなくても本番で150キロぐらい投げれる力持ってますわ。そう思いました今回。本当にちょっとせっかくなんでザコシショウちょっと見せていただいてもよろしいですかね。でで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 、実に面白い。でででで、眠たくなっちゃった。は？そのメガネがやりたかっただけですよね。だから僕のネタはすべて出の20秒で終わってました。ムービーをですねシングしてるオールウェイズの皆様、high 評価そしてチャンネルプッシュどうも。